はい、アクアチャンネルのザッキーです。今回は BMW X3 専用の車種別カット済みプロテクションフィルムを紹介します。はい、このプロテクションフィルムというもの、一体どんなものなのかと言いますと、大きな特徴としましては、こういったボディ面、塗装面に張り込みするんですけれども、ついた傷が熱によって自己修復をするといった大きな特徴を持っております。もう一つはですね、紫外線を低減する。こちらの特徴も持っています。で、この傷が自己修復するという状態をですね、なかなかカメラで紹介するのが難しいんですけれども、撮影した映像がありますので、じっくりご覧ください。はい、この状態です。こちらはですね、今回紹介する透明プロテクションフィルムと同じ性質を持ったピアノブラック、ツヤありの黒のプロテクションフィルムにワイヤーブラシで傷をつけた状態をヒートガンで熱してその傷が消えるというその状態を今ご覧になっていただいております。はい、このようにですね、例えば洗車傷ですとか知らない間についてしまう小さな傷、こういったものが熱によって消えるという特性を持ったフィルムになっております。こういったことからですね、非常に傷防止に特化した商品になります。あとは例えばこういったヘッドライトなどに張り込みすると紫外線などによって特にこういう上面ですね、こういったところが黄色く変色してガサガサになってしまったりとか、そもそもあれも傷がついてしまってそこに汚れを呼んで変色してしまうというのがそういった状況になりますので、そういったところも低減する。あとは飛び石ですとかそういったものからも守ってくれます。このプロテクションフィルム、本来はこういったボディ面全体的に施工する目的があるんですけれども、これをですね、なかなか1台分やると非常に高価になってしまいます。もっとスポットで傷のつきやすいところを重点的に、しかもカット済みにして手軽に張り込みできるようにしたものが、今回紹介するカット済みプロテクションフィルムになります。では、この BMW X3、どういったところにそのプロテクションフィルムを施工するといいか、実際にですね、この実車を見ていきましょう。はい、まずはですね、先ほども冒頭で言いました、このヘッドライト。やはりここも飛び石などが当たって板金塗装などできない場所になります。そして今ヘッドライトは故障などするともうアッセンブリーで交換になりますので、とても高価なものになりますので、こちらはですねしっかり守っていきたいと思いますので、こちらも商品化します。はい、それからですね、ここはもう多くの方が悩まれると思います。ドアハンドルの内側、ここに無数の傷がつきやすいですね。こういったところにもプロテクターとしてこの中に張り込みができるように、こちらも商品化したいと思います。あとはこのピラーですね、今フォージドカーボンシート、カット済みのフォージドカーボンシートを施工している状態になりますが、こちらもですね、傷やあとはですね、こう開け閉めするときに触ってしまって指紋がつきやすいところになります。手に何か持って開け閉めなど不意にやったりすると傷がついてしまったりもします。ここは傷がつくと非常に残念な部分になりますので、ここもですね、このピアノブラックの特徴を生かして、こういった何かを貼った感ではなくて、透明タイプで貼ってしまえば、もうこの状態になりますから、こちらも作ってみたいと思います。それからですね、ここを開けますと、はい、このステップ部分ですとか、このサイドシル部分ですね、ここも結構貼り出しています。こういったところもですね、足ぶつけやすいですし、ましてここですね、土砂が溜まりやすい。今も少し汚れてますけれども、やっぱり雨など降ると土砂が溜まりやすくて傷がつきやすい部分になります。こういったところですとか乗り降りの際に保護しておきたいところ、こういったところですね、ここもプロテクションフィルムを作りたいと思います。で、このスカーフプレートですとか、こういったドアステップ部分、今フォージドカーボンシート、こちらもカット済みで張り込みしていますけれども、ここはプロテクションフィルムが施工できない場所になりますので、こういった傷防止アイテムもラインナップしています。このあたりはやっぱりしっかり守りたいので、少し大きめに作ってみたいなと考えています。はい、それからリア周りですね、リアはこのクォーター部分、こういったところも意外と傷がつきやすい場所になります。それからもちろんフロントと同じように乗り降りの際に安心してできるように、このステップ部分とこのサイドシルの部分、ここも作っていきます。それからリアはもうすぐここにフェンダーがありますので、このつながりでですね、このフェンダー部分も保護したいなと思いますので、ここもしっかり作っていきたいと思います。それからこちらもですね、フロントと同じようにシートを張り込みしている状態になっていますが、こういったパネルの部分、こちらはですね、プロテクションフィルムの施工ができませんので、このようにカット済みのシートをラインナップしていますので、こういった形で傷防止も
できます。はい、それからですね、このリアバンパーの部分、今リアハッチを開けた状態になっているんですけれども、荷物の出し入れによってこのリアバンパーに不意にぶつけて傷をつけてしまったりしやすいところになります。この部分をしっかりプロテクションフィルムで保護しておけば安心ですね。ですのでここもしっかり作っていきます。はい、ということで今実写で紹介した部分、全部で10アイテムを作りました。その中で今サンプルで1つ持っていますが、これはこのドアハンドルの傷防止プロテクションフィルムになります。こういったようにプロテクションフィルムを施工する対象箇所に合わせてカットしたものになりますので、もうこのまま台紙から剥がして貼っていくだけになります。余計なカットとかはありません。こういった手軽なものになります。こちらはですね、この後実際に貼り込みをしてどんな状態で貼られてどういったところを保護してくれるのかというのをですね、詳しく紹介します。はい、そしてこちらは透明タイプのプロテクションフィルムになります。これ以外に、はい、こちらヘッドライトのプロテクションフィルムになるんですが、今回 X3 専用はですね、このヘッドライトに関してはこういった、今この持ってるのはライトスモークになるんですけれども、こういった色が選べるバリエーションになっています。このライトスモーク、それからスモーク、そしてイエローというカラーが選べます。もちろん透明タイプも選べますので、見た目はこのままが、色はつけたくないという場合はですね、透明タイプももちろん設定しております。では実際にこちらのプロテクションフィルム貼り込みをして紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ではまずヘッドライトプロテクションフィルムの施工から紹介していきたいと思いますが、 X3 の場合はですね、施工する場合このボンネットを開けて作業すると作業しやすくなります。そして基本なんですが、洗車などをして施工箇所はきれいな状態にしてください。その上で貼り込み前にはきれいに油脂を取り除くために脱脂をしていきます。はい、この施工に必要なものを紹介したいんですが、今申し上げた脱脂に使うものがこういったブレーキ&パーツクリーナー、こちらをですね、布に浸して対象箇所を拭き上げていきます。これでしっかり脱脂をします。それから張り込みは必ず水を使います。洗剤水を使いますので、中性洗剤、台所の食器洗剤で結構です。それを水で希釈した液体を入れたハンドスプレー、こちらを使用します。それから最後、水を使いますのでフィルムの裏からしっかり水抜きをするために必要なこういったスキージー、こちらを使います。はい、この3点なんですが、今手に持っているこのブレーキ&パーツクリーナー、ハンドスプレー、それからこのスキージー、これら3点すべて当店のホームページからも購入ができるようになっておりますので、ご準備が難しい場合はですね、商品と一緒にご購入が可能になっております。ぜひ利用いただければと思います。商品ページはこの動画の説明文、概要欄のところに URL を記載してありますのでチェックしてください。それでは張り込みしていきます。はい、ではまずこちら洗車が済んでますので脱脂から始めます。こういったようにきれいな柔らかい布に染み込ませて拭いていきます。決して直接ヘッドライトに吹き付けないようにお願いします。はい、脱脂が完了しましたらば、いよいよフィルムを施工していきます。このように剥離紙がついていますので、剥離紙を剥がしながら先ほどの中性洗剤を水で希釈した液体を吹きつけます。はい、もちろんこの施工箇所にもたっぷり吹きつけてください。この時洗剤水が弾くようですと洗剤が薄いので、そちらを見極めて調整するといいと思います。今じとっとしてますので、このぐらいが適正になります。はい、あとはフィルムを置きます。このように洗剤水で滑りますので、これで位置を合わせていきます。この目頭の部分、今こういう形状でカットされていますので、これをヘッドライトの形状に合わせてフィルムをバランスよく置いていきます。そして横のラインはこのヘッドライトの際、ここで合わせてください。コツはですね、向こう側に折り込まないように配置するのがコツになります。はい、あとはこのスキージーでしっかり水抜きをしていきます。まずはこの正面の部分をある程度水抜きして仕上げていきます。多少縁がですね、このように浮きますが水が抜けきらないと浮いてきます。
しっかりこの中心部分抜いてください。縁は後できれいに処理ができます。はい、こうするともうフィルムが動きません。しっかり固定されています。この状態になりましたらば、次にこちら側を施工していきますが、はい、もちろんですね、立体的なところに載せますのでシワになります。そして今ここをヘッドライトに到達していないんですね。このフィルムが1センチぐらいこの場所に到達していないんですが、これがですね、このシワを解消するとここにちょうど良くなるように作ってありますので、今シワになっているこの部分でここを引っ張るのではなくて、この部分をフィルムをつまんであげて、このシワを解消していきます。あまり引っ張りすぎないようにしてください。ギージで鳴らしていくとシワが分散してくれます。このようにフィルムが動かなくなるようにしっかり水抜きをしていってください。はい、これから縁を処理していきますが、はい、このようにですね、今のような貼り方をするとこのヘッドライトの末端でぴったり収まるようになりますので、こういった形でうまくシワを分散して貼っていきます。はい、このようにですね、最後に縁の処理をしていきます。水が残っているとなかなか貼り付いていかないので、このようにしごいてもまた浮き上がってくる場合があります。こういう場合はですね、焦らずに一晩置いたりすると次の日にはくっつきやすくなっています。もしお急ぎでしたら、この状態の時にヒートガンで温めながら水抜きしていくと、ここが早く処理できます。これで張り込みが完了になります。きれいに水分を拭き取ってください。はい、ということで運転席側片側のみ張り込みが完了した状態になります。今こちらがライトスモークの状態で、助手席側がまだ張り込みしてませんので、はい、ノーマルの状態になっています。せっかくですので、このライトスモーク、このカラーをですね、ノーマルと比較して紹介してみたいと思います。少しスモークがかった状態で高級感のあるスモークになっていると思います。はい、それではヘッドライトプロテクションフィルム左右両方貼り込みした状態になります。今回ライトスモークを貼り込みしています。ライトスモークですので、あまり濃くならずにですね、おしゃれな印象になります。こういった形でもし色を入れたくないっていう方はですね、透明タイプのプロテクションフィルムがおすすめになります。はい、こちらはドアハンドルのプロテクションフィルムになります。ドアハンドルのこの内側ですね、知らず知らずのうちにたくさん傷がついてしまうところですので、こちらでしっかり保護しましょう。傷も消えるプロテクションフィルムですので安心です。では早速施工していきます。はい、位置合わせですが、この山の部分にこのフィルムの縁を合わせるようにバランスを取ります。そうするとですね、この両側のくびれの部分がちょうどドアハンドルの逃げのところで合ってくれます。はい、位置が決まりましたら水抜きをしていきます。はい、水分を拭き取ったらこれで完成になります。はい、では続いてはですね、センターピラープロテクションフィルムを紹介します。こちらになります。比較的大きな商品になっていますが、施工するイメージはですね、このようになります。まずこのゾーンを守る部分がこの部分ですね、こういった形状になっています。これがこのような形でこの部分も保護してくれます。それから
ここにスカッフプレートがありますが、このスカッフプレートを逃げるようにですね、こういった形状にしています。でこちらのプロテクションフィルムはこのセンターピラーのこの面と、それからここから折り返してこの面を保護するように作ってあります。これがですね、1枚のプロテクションフィルムで展開しますので、少し難しい商品になっていますので、丁寧に張り込みをしていきます。ではですね、実際に張り込みしていきます。はい、これで張り込みが完了しました。貼った後はですね、分かりにくいんですが、少し難しいポイントを解説しますと、まず冒頭でも言いましたが、この位置からちょうどここに切れ目があるんですが、この部分を張り込みするときにですね、こちら側に倒し込みます。その時にフィルムが突っ張りますので、その突っ張っているところのシワを伸ばしながらこちらに展開していきます。いっぺんに貼ろうとするとやりにくいので、少しずつですね、引きながら平らに水抜きしていくと貼りやすくなります。あとポイントは、このスカッフプレートのこの部分で形状がカットされていますので、この形状に合わせて貼り込みしていきます。そうするとここが折り返すようになるんですけれども、この折り返しのちょうどこの山のところに水が溜まりやすくなりますので、丁寧に水抜きをしてください。そうしますと、このようにきれいに貼り込みすることができます。はい、こちらはフロントサイドステッププロテクションフィルムになります。こちらも比較的大きな商品になりますが、このサイドステップ部分、この部分を保護するプロテクションフィルムになります。張り込みイメージは、このボディ面のステップの部分と、このサイドステップのこの切れ目がありますね。この境目からこのようにどんどん折り返していって、全体的にこの部分を保護してくれるようになります。特に縦のスタートラインの位置は、この商品の単品では決めてはおりませんが、この前に紹介しましたこのセンターピラープロテクションフィルムのこのスカッフプレートの向こう側のこのエンド、こちらの商品を張り込みした場合には、だいたいこの位置に合わせて張り込みするとちょうどよくなります。このセンターピラープロテクションフィルムを張り込みしない場合はですね、今このように全体が見えていますが、ちょうどこのリアドアの切れ目がありますけれども、このあたりまで保護してくれますので、この左右のバランスを見て張り込みをしてください。では実際に張り込みしていきます。はい、フロントサイドステッププロテクションフィルム張り込みが完了しました。こちらもですね、もう分からなくはなってしまっていますが、今このあたりがちょうどフィルムの切れ目で、前側がこのあたりになります。ここまで広範囲にカバーしてくれます。ここの張り込みのポイントはですね、凹凸があるということと、そしてここで90度こちらに折れます。この折り目の部分、それからサイドステップのここが表面になりますね。表に出る部分にこのように折り返しますね。この凹凸と角の部分、ここをですね、丁寧に水を抜いていくのがポイントになります。急がずですね、丁寧に面で仕上げていくとやりやすくなります。このサイドステップの部分なんですが、ちょうどこの面がですね、雨水や土砂が入り込む部分になります。
ここから上はですね、ドアモールがあるので大丈夫なんですが、ここに汚れが溜まりやすいんですけれども、今ここに水をかけてみますが、はい、このように非常に撥水に優れたプロテクションフィルムになっていますので、こういったところにですね、汚れが溜まっても汚れがつきにくい、こういった特徴があります。このように水玉になってコロコロと転がっていきます。これをですね、一吹きすると、このようにきれいになりますので、これで美観も保てます。はい、続いてはリアクォータープロテクションフィルムですが、ここにドアストライカーが見えるんですけれども、この部品ですね。ここの下からこの面をまず保護するパーツが、この大きな長い商品になります。これがですね、施工するイメージがこのようになります。はい、こちらはさらにこのリアのステップ部分も保護してくれて、ここをですね、ちょうどここに段差になっているんですが、このように折り返すことによって、この角も保護してくれるようになります。これがまず一つのパーツ。それからこの側面。ここを別に分割して作っていますのがこちらになります。これがこのように張り込みするイメージになります。ですので、最初に紹介しました、この折り返すと角を保護してくれるこの大きな商品とこの部分がつながるようなイメージになります。はい、ではまずこのクォータープロテクションフィルム、この側面から先に張り込みしていきます。はい、フィルムの位置合わせですが、このラインで合わせていきます。ここから下はですね、サイドステップでここに切れ目がありますので、ここから上のラインですね、この下までいかないようにこの位置で合わせていきます。はい、続いてはあの大きな方のシートをこの部分に張り込みしていきます。はい、フィルムにはですね、このように段差になった部分があります。ちょうどこの部分ですね、この段差を最初に貼ったこの角に合わせていきます。はい、ここが位置合わせになります。あとは最初に貼った方のフィルムと、この縁が付き合わせるようにつながっていきます。そこを合わせて貼り込みしていきます。はい、リアクォーターパネルが張り込み完了しました。貼ってしまうともうこのように分からなくなってしまうんですが、貼り方の手順は冒頭で説明した通りですね。2分割になっているパーツのうち、まずこちら側を貼っていきます。そしてこれの縁、この縁に合わせて次の大きな方のシートを張り込みしていきます。ここでのポイントは、はい、このつなぎ目になります。ちょっと分かりにくいんですが、はい、この部分がつなぎ目になっています。この最初に貼った方のシート、次のシートを付き合わせるように合わせていくんですが、重ならないようにするのがポイントになります。重ねてしまうと目立ってしまいますので、うまくぴったり付き合わせする必要もありませんが、ぴったり合わせると綺麗に1枚のシートで貼ったかのように見えます。ただですね、重なってしまうと目立ってしまいますので、逆に隙間が空いているくらい、ほんの少し隙間が空くくらいだと水も抜きやすくて貼りやすくなります。はい、続いてはリアサイドステッププロテクションフィルムになります。商品はこちらです。こちらはですね、フロントのサイドステッププロテクションフィルムと同じような形に貼り込みをしていきます。このように後ろ側がですね、形状がこういった形状になっていますので、この部分をこの形状に合わせて貼り込んでいきます。ですので、ここの出っ張りの部分ですね、これがここになります。そしてこれがぴったりここに合うようになって、このように展開していきます。では張り込みしていきます。
はい、リアサイドステッププロテクションフィルムの貼り込みが完了しました。こちらのポイントはですね、ここの位置をしっかり合わせて、このラインを合わせていきます。そしてフロントと同様ですね、凹凸があって、谷があって、山があってと、こういった形状をしてますので、特に角の部分に水が残りやすくなります。こういったところを丁寧に水拭きして仕上げてください。はい、では続いてリアフェンダープロテクションフィルムになります。フェンダー部分ですね。このフェンダーアーチの部分に貼り込みするプロテクションフィルムがこのようになっています。はい、ここの注意点ですが、ここがですね、実は二分割になっています。これ別パーツを設けているのは、ここがですね、わかりにくいんですが、二分割のパーツが、小さいパーツがここにあります。これはですね、このフェンダーの形状のこの部分ですね、今、へこんでいるところがあると思います。この部分。ここ段差になりますので、ここを分けています。ですから、このフェンダーに貼り込みする一つのパーツと、この小さいこのパーツと分けてありますので、ここをですね、注意して貼り込みしてください。それでは貼り込みしていきます。はい、リアフェンダープロテクションフィルムの貼り込みが完了しました。こちらの貼り込みのポイントはですね、二分割になっているこの小さいパーツ、こちらをまず貼り込むことと、あとは位置合わせですね。スタートはこのライン。あとはこのフェンダーのアーチに沿ってシートを置いていく。それから今度折り返します。折り返した時にここがぴったり収まるようになっています。ここがオーバーしてしまうような場合はですね、ここのラインよりも少し向こう側に行っている。車体側に行っていますので、それを調整してください。それからもう一つは、ここも折り返します。この細いライン。ここもですね、オーバーする場合は、ここが足りていないので、ここしっかり合わせてください。このようにして、きれいに貼り込むことができます。はい、続いてこちらが、リアバンパー傷防止プロテクションフィルムになります。リアバンパーの荷物の出し入れによってですね、この部分に傷がつかないようにするプロテクションフィルムですが、貼り込みイメージはこのようになります。この立ち上がりの部分から、さらにこのバンパーの表面、そしてこう角を折り返したこの角を保護するところまで範囲になっております。こちらも実際に貼り込みしていきます。リアバンパープロテクションフィルムの貼り込み後になります。こちらもですね、貼ってしまうとこのように分からなくなります。運転席側の端はですね、この位置になりますね。ここから反対側の助手席側が、はい、この位置になります。このフィルムを貼り込みしますと、かなり深い光沢が出ます。とてもツヤツヤになります。こちら貼り込みの注意点ですが、基準になる位置がありませんので、この左右のバランスですね。ここは、この部分の R、形状ですね。ここが左右にずらしていくと合う位置がありますので、そこでラインを合わせて、このように、バンパーの表面に、それからこの後ろ正面に向かってフィルムを展開していきます。はい、今回の動画。BMW X3 専用カット済みプロテクションフィルムいかがだったでしょうか。特に傷防止を目的としたカット済みのプロテクションフィルムですが、こういったヘッドライトのようにですね、傷を守りながらさらにカラーチェンジでカスタムもできるようなアイテムも取り揃えております。はい、今回紹介しましたこちらの商品は当店のホームページ、オンラインストアの方から購入が可能になっております。
商品ページは今ご覧になっていただいているこちらの動画、スマートフォンでご覧になっている場合には動画の下にタイトルがございます。タイトルをタップしていただきますと、この動画の説明文、概要欄が表示されます。その概要欄に商品ページの URL を記載してありますので、そちらをタップしていただいて商品ページをぜひチェックしてみてください。はい、今回ですね、施工も交えて紹介しておりますが、どうしても張り込みに自信がないなという方は、もちろん当店での施工も承っております。その場合でも同じように商品ページからご購入手続きをしていただいて、配送の選択というところで店舗取付商品、こちらをご選択ください。そうしますと、工賃を含んだ合計金額のご案内と施工の日程のお打ち合わせのメールを送らせていただいております。はい、当店は長野県松本市に所在しております。最寄りの塩尻北インターからお店までの道のりをホームページに動画で掲載しておりますので、ご来店の際の参考にしてください。はい、今後もですね、こういったオリジナル商品、新商品はこのアクアチャンネルで随時紹介させていただきます。それからこの X3 ですね、こういったグリルに施工しているようなカット済みのシートも展開しております。はい、こういったオリジナル商品を随時紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。